はい、ありがとうございます。先ほどまでは近藤さんが大学院卒業してどういうところで働いていたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では空いている時間っていうところを活用して別の事業もされてるっていうところだったので、ちょっとそこの部分のお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、改めてなんですけど、海運業で働きつつ今何されてらっしゃるんですか？本業としては海運業をやってるんですけど、それとは別に平日と土日で生瀬江戸川区という市民団体を地域の方々と一緒に立ち上げて、地域交流の一環として活動してます。なるほど。実際名前に江戸川区ってついてるんで、江戸川区内でやってるっていうような形になるんですか？そうですね、もう対象地域は江戸川区っていうことで決めてますね。なるほど。実際なぜナマステ江戸川区っていうのをやろうと思ったのかっていうところを聞きたいんですけど、何がきっかけだったんですか？日本でこう外国人だったり、将来的にインド人もそうなんですけれども、日本に外国人が入ってくる中で共に生きていく共生っていうことをテーマに何かしらやっていきたいなっていうのが一つありまして、なぜその活動をやり始めたのかっていうと、やっぱり自分が幼少期に、いじめに遭ってた経験がありまして、その中でやっぱ助けてくれた人がいた、で、自分がこう大人になるにつれて共生っていうところで助けるっていうのもまたちょっと語弊があるんですけど、そういう立場になって社会に貢献していきたいっていうのがやはりありましたね。なるほど。実際インドの方と触れ合っていくじゃないですか。触れ合っていく中でインドの方が抱えてる課題とかっていうのは結構聞いたりもするんですか？江戸川区の中でも地域によって違うんですけれども、船堀と西葛西っていう2つの地域がありまして、西葛西は 2,3 年で日本に来て帰っていくと。ただ船堀っていう地域はヒンドゥー教のお寺もありますし。あ、そうなんだ。はい、最近はもう家を買うインドの方々が。素晴らしいですね。多いですね。なるほど。実際そこの地域によって生活のスタイル、短期的に住まれる方と永住される方、ここの地域で分けられてる理由って何かあったんですか？多分西葛西はいい食住揃ってるんですよね、インド人が住みやすい、ただ船堀は一応寺院があるっていうのみで、いい食住インド人が住みやすいかって言うとそこまでではない。あ、そうなんですね。だから短期で来るにはただいい食住が揃って仕事行ければいいっていう方が多いっていう、あと団地が多いっていうのも一つですかね。なるほど。じゃあその観点で言った時に、短期的に住んでる方って何で来られてる方が多いんですか？やっぱ IT 人材が日本不足してるので、その IT 人材として入ってくるインドの方々が多いですね。そうなんですね。むしろ永住してる方はどんな方が多いんですか？一応 IT 人材なんですけれども、やはりその中でも日本語を話せるインド人が多いですね。あ、そうなんだ。面白いな。なるほど。その中でナマステ江戸川区っていうところは具体的に今何されてらっしゃるんですか？具体的には3つありまして、1つは定期的に文化交流っていうことを江戸川区の日本人の地域の方々とインド人の地域の方々で作っていくっていうのが1つと、あとホームビジットっていう、これは事業ベースになるんですけれども、日本の方々にもっとインドを知っていただこうということで、インドの家庭に例えばコロナの影響で行けなかった大学生が半日ホームステイしたり。ああ、そういうことか。はい、あとは日本でやっぱり不登校になる学生さんっていうのもいるんですけれども、やっぱりその中でもインドの文化を知ってもっと自分の可能性を広げていきたいっていうところで、日本人だけじゃ解決できないことを共に解決していくっていうところ、最後はあと法律とか制度面での活動をやってますね。その3つですね。あ、そうなんですね。その中で今後近藤さんが注力していきたい事業とかってあるんですか？ホームビジットっていうところと、あと法律面で政策提言だったりシステム的なものを日本の社会で整えていきたいなと思ってますね。なるほど。じゃあちょっと一つ目のホームビジットから聞いてみたいなと思ってるんですけど、実際ホームビジットって先ほどお話した内容だと、日本人の方がインドの家庭にホームステイするっていう機会を提供するってことですね。そこの対象は学生さんとかが多いんですかね？そうですね、学生さんがメインですね。なるほど。それを実際インドの方の生活の中に入れていただいて、でそこで実際インドの生活ってこんな感じなんだよとか、そういったところで文化を知ってもらうみたいなイメージなんですかね。文化を知ってもらって改めて自分自身を知るっていう。そうなんですね。もう一点じゃあちょっと視点変えたいんですけど、法律とか、そういったところの政策提言みたいなのがあったじゃないですか。それは具体的には観光庁にアプローチするって感じなんですか？それともその法律面とかでちょっと弊害が起きているインドの方をサポートするのかっていうところでいうと、どっちになるんですかね？ちょっとサポートするっていうことが一つですね。あ、そうなんですね。例えば日本に来て会社勤めの人は結構いるんですけれども、その中でやはり起業をしたいっていうインド人がいて、その中でも手続きの仕方だったり、あとどういった事業をしていくべきかっていうのは一応軸としてあるんですけれども、ただ法律がやっぱりかかるから、ちょっといろいろとアドバイスもらいたいっていう方々の法律面でのサポートだったり、生活面でのサポートですね。なるほど。起業したいっていう方いらっしゃるんですね、やっぱインドでも。いや、すごいです。そもそも日本に来られ
られてるインドの方って何十代の方が多いんですか？30代から40代前半ですね。30から40が多いと、はいはい、でまあ、その人たちが日本に来ます、うん、で起業したいってなった時に、うん、日本人が起業するのと、うん、インドの方が起業するのって、うん、特に変わらないですよね、起業自体は。例えばまあ日印で起業っていう、二国間での起業っていうことを考えた場合に、インド人はやっぱりインド人に強い。なるほど。日本人が起業したとしてもインド人と渡り合っていけるかっていうところがちょっと甚だ疑問なので、インド人がこう日本で起業すると、うん、インドに対しては優位に立てるのかなと思います。なるほど。じゃあそっか、そういう観点でいくと、起業しました、起業したけど日本を対象とするよりは、うん、インドを対象にマーケットのシェアとしての対象とした方が、うん、起業としてはうまくいくし、うん、そっちの方に向いてるっていうイメージなんですね、うん、そうですね。あー面白いですね。なるほど。今後なんですけど、はいはい、まあ、今インドの方とすごい触れ合う機会も多いですし、うん、多文化共生とかに関わる方とも、コミュニケーションが取れてると思ってるんですけど、もっとこういう風にしたらよりいいのになみたいなのって感じたりしますか？多文化共生っていうテーマで話しますと、例えば日本人と中国人、ベトナム人と日本人、インド人と日本人っていうことで、やっぱり中国人、インド人、ベトナム人って文化的背景があまりにも違いすぎるので、自分たちが生制度学で何をやってるかっていうと、マイナスからゼロに日本人との関係性を戻すんじゃなくて、ゼロからのプラスで関係性をさらにプラスにしていくっていうことを日本人とインド人の中でやってると。その中でやっぱり共生っていうことをテーマに掲げると、文化交流だったり、それこそホームビジットも地域からインドを広げていく活動をもうちょっと江戸川区の地域の方々とやっていきたいですね。なるほど、うん、そういうことですね。ちなみに最後にお聞きしてみたいんですけど、はいはい、これからもインドとつながっていきたいかっていうところをちょっと聞いてみたいなっていうと、はい、今後インドに行きたいとか途上国に行きたいけど、うん、一歩踏み出す勇気とか行動ができてないっていう方にアドバイスするとしたら、近藤さんだったら何なのかなっていうところをお聞きしてみたくて、まずインドとは今後も付き合っていきたいっていうふうには全然考えてることなんですよね。そうですね、もちろん人生を掲げていきたいなと思ってます、うんうん、でもそれは日本国内を対象としてやっていくっていうことが前提ですよね、はい、なるほど。もう一つはじゃあ途上国とか特にインドとか、もちろんインドって昔よりも行ける機会は多分増えたじゃないですか、うんうん、とはいえまだ行けてる人たちってそんなに圧倒的に増えたかというと、そんなにまだ可視化できてないのかなとも思っていて、うんうん、そういった方とかにもしアドバイスするとしたら何アドバイスします？個人個人の価値観になるので、うん、自分の場合は幼少期にいじめにあって、今後どういうふうに生きていくべきかっていうことを考えた時期があったので、やはり先進国と途上国が隔たりなく平等にっていうところを踏まえた時に、うん、命の大切さをやはりインドに行けば実感できる、うん、でその経験がやはり会社に入っても価値観が変わる瞬間があると思うので、それを経験する上で行かないよりは行った方がいい、うんうんうん、なるほど。まあいろいろ経験した方がいいと思うんですけど、やはり自分の中でこうフックがかかる瞬間っていうのは必ずあると思うので、うん、見ないよりは見た方がいいかなと思います。そうですね、僕もだいぶ変わりましたね、インドに行って。本当に変わりました。あとお腹めっちゃ壊しました。はい、ありがとうございます。今日はですね、国際教育の中でも一貫してインドと一緒に授業をされているって言った方がいいのかもしれないんですけど、それに携わられている近藤さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。